この部屋の住人だった加賀美奈子は半年前に亡くなったそうだ。え？もともと病弱だった上に一人息子を6年前に、それですぐに手術が行われた。と言われましても別に何でもいいんです。この加賀美俊也って子が亡くなった日のことを話してはいただけませんか。はっきり申し上げて、そのお子さんが亡くなられたことに関して当病院には一切責任はありません。ですが加賀美俊也君がここに運び込まれた時、適切な処置をしていれば助かったんじゃありませんか。うちは総合病院とはいえ救急の指定は受けてません。医師の数にも限りがある。その日はオペが重なって誰も手が離せなかったんだ。正直そんな昔のことを持ち返されても迷惑なだけですな。あんな言い方したら追い払われるのも無理ないだろう。だってなんかあんまりな言い方するから。あの、亡くなられた加賀美さんのことお尋ねですよね。たらい回し。はい、あの日院長が地元の議員さんのパーティーに出席するから患者が来ても断るように指示が出ていたんです。そんな、じゃあ加賀美さんもどうせ大したことないだろうから。おお、手が出てる、すげえ。院長がどうして今になってくるんだと。この6年あのお子さんのことがずっと心に引っかかっていました。それに絶対隠しておけるようなことじゃないって。この間もルポライターの人が。ルポライター？その方にも今の話を。なんて人だったか覚えてますか。はい、確か田島さんって。田島？春の月曜三番組合体スペシャル。キュースとは芸能人、弁護士、政治家軍団が対決。プレッシャーボーダーライン。あなたは東大生の正解率を変えられるか。今夜7時。アイムホーム木曜夜9時。メッドライフ生命。これって持病のある人向けに考えられた生命保険なんだ。だから持病があっても入りやすい。まあ大きな金額じゃないけど、未生涯万一を保証してくれるから。それでここがいいんだよ、この保険。保険料が一生上がらないんだ。10年経っても20年経っても上がらない。もうこれは電話だろ。持病のある方向けの生命保険。